つねつとの魚やろ。レッドっぽいわ。まだやっぱりそうなんか。シャッター曲がりかな。奥村はいくつかのルアーを取り出す。ワカサギレイクでは絶対必要なスピンテールなんやけど、ヒバラコガイドの渡辺くんが NZ クローラー作った子ねが作ったスピンテールで、つい最近もイルカ池でイベントやって130人参加して大船団の中で、ライトリグ船団の 中で47と45を釣ったからね。あの激スレのイルカ池でスモール釣るために作ってるから、ブレードバイトをちゃんとフッキングさせるためにこういうフックハンガーがついてるんだけどね、こんなもう糸絡んでしゃあないやろと思ってたんやけど、全然絡まなくて、なんでかなと思ったらフックがアウトバーブになってる。アウトバーブになってるから仮にこうなってもスルッと向けてくれる。だからほとんど糸絡みしない。でショートバイト全部かかるっていう。もう波動も超緩い。ボディ全然ブルブルしてない。ただフックもこんなにちっちゃくて細いんで、ライン10ポンドでロッドもバーディックっていうかなりライトなタックルで。腹減った。ネットだらけやります。うぜやん。いつ？金曜日。マジ？はい。ネストだらけ。やっぱりビルが落ち着いた。友人から衝撃の事実を知らされた奥村。さあどうする？まだそんなんかよっていう。数少ない回復狙うしかないよな。まあ何しろ今日はもう全域回って明日何をするべきかを絞り込む作業ですね。事前に情報は聞いていない。自分の目で見て全域を確かめる。奥村は上流へと向かっていった。これが舞い上がって上がってきた水のあたりやわ。この泡がカバーになってへんかな。ボトムの落ち葉舞い上げてるからね。完全に水の底で腐ってた落ち葉が、これが数少ない立ち木エリア。ルアーはサイレントキラー145、マッチザビートでバスを誘い出す。めっちゃ流れ聞いてるな。しかし、濁った泡のせいなのかタイミングなのか魚の反応はなく最上流へ。ああいうことね。ああやって水が滑り落ちてくるから、もう一旦その川底に入ってしまうね水が。
だこの辺はもうすごいかき混ぜ合ったこう表層とボトムの水がこうこんがらがって流れてる感じ。ビッグバスの実績ポイント。だがこの日に限って言えば生命反応はない。奥村は下流へ向かった。ちょうどここがガッとこう広く切り開けた感じになって、あの上流から変な舞い上がってる水とこの本湖の水が落ち着く境界あたりなんでね。この辺が水の色もいい感じやし、ただもうこれ以上日が昇るとシェード絡み、シェード絡みって言ったらもう橋脚かオイルフェンスかぐらいしか今の水位だとないけど。インレットもほとんど水枯れとるわな。さらに下流へ向かうにつれボートの数も増え出した。その上風出てきましたね。ちょっとボート流れるしやりにくいけどマイナスではないと思う。ただなそのネストだらけやったっていうのが気になるよね。特別遅いね。まあ最近になってやっと水位が落ち着いたから一斉にネストなったっていうのもあるやろうけど、うん、単に季節の進行の遅れだけじゃなくってそういうちょっと人為的な水位操作が影響してる。もうだって6月末やろ。6月前半とかやったら分かるけど、まあ、春の間ずっとだからもう水位がこんなんやったから全然その産卵できひんかったよね。まあまあできたやろうけど成功してへんかったやろね。数少ないであろう回復したバスを求めさらに下る。最下流。これでも使ってみようか。これはカバースキャットという名前になりました。まあ英語詳しくないけど物陰るみたいなどう見てもだろこれ。奥村の発言を記憶している方も多いだろう。プロとの高比重ワームとして登場したカバースキャット。昨年秋の相模湖でカバー攻略パターンを生み出し話題となった。アホ歌で今回も見事ハマるのか。しかしわずか2頭でスピンテールに変更。ん？何？恋か。
またルアーチェンジ。今度はブルフラットのノーシンカーリグをキャスト。こういうとこ釣れるとしたらそろそろ10時11時ぐらいと思うよね。太陽が昇り気温も上昇。フェンスのシェードにバスが寄ってくるはず。から先の方怪しいな。奥村のこれまでの経験がそう感じさせるのか。激ヤバなんですけど。激ヤバですか。ああ。またブルフラットに持ち帰った。迷いからなのか今回ルアーチェンジが多い。回復してるやつおらんのかな。奥村ヒット。よっしゃ、オッケー。このフェンスの隙間穴釣りで。マジっすか。ブルフラット 5.8、 サイズはあれですけどね。釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。